バーナード・デ・マンデビル1733年1月21日は、オランダ生まれのイギリスの精神科医で、思想家である。主張。八の具は、市役すなわち公益は、多くの思想家に影響を与え、思想史、経済史などで重要な位置を占める。マンデビルは、イギリス文学史でも18世紀の代表的な、三文化の中に名前を連ねている。 重症主義経済で当時繁栄していた、ロッテルダムの名門の家に生まれた。父方では、政治家、学者、医者、母方のベルハール家では、海軍士官が排出した家系であった。1685年に、同志のエラスムス学校を卒業。ついで来ン大学で医学を治め、1691年には、医学博士の学位を得て、神経系統の医者として開業した。 当時のオランダは、思想的にも、人文主義、自由主義の香り高く、大学時代にマンデビルは哲学をも研究していた。エラスムスは元より、ベール、ラ・ロシュフコー、ガッサンディ、ホッブズ、ロック、スピノザ、モンテーニュなどの影響を受けた。間もなく、英語を学ぶために、ロンドンへ行き、そこで開業しながら永住することになった。医者としての評判はよく、 1699年に、ルース・エリザベス・ローレンスという、イギリス人女性と結婚し、1733年1月21日に、病死した。主張、蜂の偶は1705年、マンデビルは、匿名で公表した、風刺詩ブンブンうなるチの巣によって、思想界に登場し、主張、蜂の偶はなどで、独創的な人間、社会認識を展開した。 人間観においては、ホッブズや17世紀のモラリストの影響のもとに、人間の本性を理性よりも常念に、乱し、人間の行為における、自愛心の作用を強調することで、伝統的な道徳観念の虚偽性を暴露している。またこうした、人間観を基礎に、社会関係の本質を、各個人の利益追求を同期とする相互的協力に、見出している。マンデビルは、 経済問題に関しても、独自の考察を展開し、富の源泉を土地と人間労働に求めて、素朴ながら、分業労働による生産性の向上に着目した。さらに雇用を創出し、経済発展を刺激するものとしての止めるもの,の、の社史的消費の意義を強調している。八の偶話の副題である、私学すなわち公益という有名な表現は、 一般に悪徳とされる個人の利己的な欲求充足や利益追求が結果的に社会全体の利益につながるとする逆説的な主張であり、スミスの見えざる手の論理につながる経済観を表明したものである。マンデビルのこうした思想は物議を醸し宗教家を中心とする同時代の知識人たちの非難の対象となった。 ミドルセックス集大陪審が蜂のグ話を告発し、ロンドンの新聞に誹謗記事が記載されるなど、その思想の社会に与えた衝撃は大きかった。しかし、こうした経緯にもかかわらず、彼の思想は、ヒューム、スミスなどといった18世紀を代表する思想家たちに継承され、ケインズ、ハイエクなどといった20世紀の経済学者たちにも高く評価された。 英語版はウィキペディアでは11月15日となっているが、八の偶和の役者跡書きに従った。泉谷治役、八の偶話、市役すなわち公益 P397 参照。1689年に哲学の学位論文を提出。スミス、道徳感情論水田洋明け、岩波書店200、2003。P313 から332を参照。 ハイエク全集、第2期第7巻、八木木一郎寛役、春秋社200、2009。P49 から76を参照。ありがとうございます。